UTMT チームの細川です。カモです。今回もスタッシュゲームズインディアナポリスのトップ8で対戦ということで、まあ、タコ君が前回も敗走して、ま、負けまくった結果ちょっと逃げちゃったんで、今回俺とカモ君が対戦してお届けして、はい、前回赤白対決だったんですけど、今回は見どころ紅葉と赤白赤黒赤黒ビートということで、うん、まあ見どころ紅葉は前回とあんま変わらず、まあその基本的に墓地を4種類貯めて、まあこの今出した伏暮記のドライアドとか、あとは2マナ22のなんだっけあいつ名前、残忍なハギ取りとかで、まあ殴るデッキと、まあなんか密輸人が当然入ってて、まあ密輸人のまあ能力はあのカードを捨てて引いて捨てるだから、まあ紅葉を貯めやすいんじゃないかと。でね、この科目のデッキはねすごいよね、うん、このデッキカードすごいですよ。棒マット棒マット来てるもんね。赤黒アグロレイジングゴブリンよね。レイジングゴブリンを使うデッキやね。すごいよねこのデッキ。まあ今はまた回転翼機が、そうだね、もう回転翼機すごいからね。回転翼今回ね、まあ、32枚だからねまあ当然左のデッキにも入ってるんだけどね、特にこういうなんか赤黒アグロみたいな痩せたクリーチャーが多いデッキに入ってる、そうそうそう、とかなり強いよね、うん、やっぱねこの登場1ってのが軽くて ね、 フォーマットとか特に1ターン目は11速攻に殴って3ターン目ぐらいからずっと使うみたいな。なぜか飛行を持ってるし、なぜかルーティング能力を持ってるという、ね、はい、まあルーティングを繰り返し て、まあ、こうやってあの紅葉達成しやすくなる。マナフラットしてる時は特に強いよね、うん、今みたいに所定これ巨人掌握回転翼機主経験キープして、今のところ俺ルーター含めて全部土地っていうねドローまあなんすけど、まあもうこれがもし翼機なかったら大変だったね、うん、毎ターンランド引いてることになるからね。回転翼機やっぱねすごいすごいよね。あ、というわけで感触、あの感触ね実は結構構えられててやばかったね、あの感触分からんからねそんなの基本的には、うん、だしまあ盤面作っとかないと、回転翼機がもし殴んなかった時大変だからね。ここでわーっと、はいはい、もう一気に殴ると、いやー強いな、いやもうブロックしづらいよね空鉄場のタカリアとかは、うん、かなりブロックできないから、タカリアほんとブロックしたくない、うん、何回でも蘇ってくるから、いやほんとにしかよく持ってくるからねこのカードは。3人っていうのがね、オリジンにいたなんかあいつあの黒黒のやつでしょそうそうそう、あいつやばいよねあれ3倍ぐらい強い、どうしてこうなったみたいなね強すぎるでしょ。まずあれ3-1でしょ、あったで確かあれサイズも3-1で、しかも追放が2枚2枚っていうね、しかも追放に黒マナ2個がかかってるそう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 、はい、このターンもランドと、え乗ってやった、これもうブロックしたいんだよねマジで、これすごくない、乗ったランドマジでこれこれすごくないマジこれドローと思って、いやこれだから俺ねミシュランクリーチャー化して登場しようかと思ったんだけど、さすがにスペル引いた時にヤバすぎるなと思ってそうだね、結果的に恨めたんだけど、でまあこれも次打ったら巨人出さないとまずいからっつって、フォーマットでブロックもできないっていうね、フォーマットも4つも溜め込んだよ、あれ要はサクルとあの4枚がハンドに合うんでしょ、で今あるハンドが全部捨てると、感触2枚あるじゃん、そう結構ね狙ってるんだけど土地が伸びないとね、今のハンドの方がまあ若干強いかな、確かに確かに確かに、これマジで結構火力だけども、てか盤面だけで結構火力足りてない、足りてるから、まあ大体本体プランで、はい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 、なるほどね、まあ、フィアナラー出してゴーうんうんうん、まあ、水滅がやっぱなくなったのはかなりでかくて、かなりでかいねこれ、まあ普通に展開できるっていう、闇の掌握を引きましたよと、がここはギアハルクかな、どっちだろう、いやー微妙だね、ギアハルクだと結構止まるか、うん、結構止まるねギアハルクだと、まあ2体は確実に止まっ、確実に2体を止めると、まあ闇の掌握はもうまくないね、うん、どっちにしろ2体だからね、そうだね、巨人出しても多分出さないと思う、出せるターンがないと思う、うん、そうだね、うん、でまあ相手のやつ2体止めて、で食らうダメージ的には、3、6で止めるから、まあ一応3点しか入んないのか、いっぱい食いちゃえるように見えて、実はこれカモ君が私もボーマットの打点が低すぎて、打点が低すぎるからねこれドライアドに3つ乗っけつつ、まあその巨人には1つと、まあなんか4-4にしとくと、あの感触食わなくてうまいかなっていう、俺の中で、はいはいはい、なるほど、そういう理由だったんだけど、はい、カモ君は、お、隠したね、ハンドこれ、癖でね、癖でね、手札はやっぱ伏せないとね、確かにね、伏せないとねいつペガサスに見られるか分かんないからね、そう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 、見えちゃうんだよね。さあさあ、これはちょっと難しい場になってきたね、これはフルパンすると2体打ち取られて、で、入るのは3点だけと、
まあ、ちょっと上手くないねと。惜しくないね。ただ8だと一応リーサルじゃないか、あの次のターン的には。まあその毎ターン本体本体本体って打つと、うんうんうん、まあフルパンでもいいよね。あと2点削れば勝ちだから、カモ君的には。確かに。あれブロックさせる能力ってあれ何マナかかんの？1マナ？1マナ。あ、じゃあ弱い方の棒マットサクって3人をブロックさせないようにして、3人、あのあれタカリア、あああれ相手をターゲット取って。あ、そうなんだ。フィアナラーはそう。え、あ、そっかそっか、街の鍵と違うの。街の鍵はそう。はい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 、なるほどなるほど。そっかそっかそっか。じゃあ微妙なのか。サクってブロックさせないプランはちょっと微妙で、で普通に殴るとダメージがほとんど入んないと、でボーマットもサクんないといけなくなるから多分。なるほどね、うん、だからまあエンドとか、まあ、エンドで、はい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 。お、黒くとんでもない、とんでもない、ミドハルク、黒ハルクね。しかもミドハルク2枚、黒ハルク1枚だから、これで、まあ、一番欲しいカードね、一番欲しいカードだったね。これでライフゲームも、そうそう、まあ、一番欲しいのは石かなあったかな。石かな1枚石かな1枚があった。石かな、マジ石かな欲しかった。でもこのままでもほぼ最高ですね。石かなと高揚しないからね、今弱いね、むしろ、うん、ちょうどよかった。あ、これで13と若干本体プランが遠のいちゃったね、うん、これは。あ、でもフルパン行かなくてよかったかな。仮にさっきフルパン行ってたら3点入ってるから10だから1点足んないのか。そう、おお、よかったね。10、はい、10と、うん、いやこれなかなか好ゲームだね。何引いた？ランドか。これでももっと殴れないよね、さっきより。もっと殴れんよね。アンタップインならボーマット炸りつつみたいな。はい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 、なるほどなるほど。感触打ってファイブドローして、さらにファイブドローしてなのか。そっかそっかそっか。あれ殴るダメージは通ると1個なの？いや、アタックした時にも1個。あ、じゃあ、あのあれか、チャンプアタックでもいいんだ。うん、そう、チャンプアタックして1個リムーブしてとか。へえ、なるほどね。じゃあ割とありだったね。確かに確かに、サクッともよかったね、5枚の方は。ただこれあと消費量がもったいないのか、そう、3点分の方が。じゃあどうするんだろうね、これは。ボーバットの4枚をやっぱ引きたいんで、うんうん、じゃあ除去られたくないから多分構えながら、うん、そう、なるほどね。一応やられた時に始まるな、赤罠立てて。そうかそうか、感謝からスタックやられた時に嫌だから。確かに確かに。これ7と、これすると結構相手もな、あまり嫌だ、ね、そう、殴りにくい、結構かなり嫌だね、これは。でも殴んないと始まんないみたいな。そうあれ。これはかなり殴りにくいね。はい、格好トントリックと1、2の3、紅葉はしない。クリーチャーインスタント土地、はい、しないね、してない。まあ大原子がハンデ入ったとで、プレーと、まあこれで盤面一体止まって除去ハンドにあるから、そうね、これはもう殴らないとね、まあ、殴れるはず。むしろこれ殴ると結構科目もきついからね、ライフを詰めないと。ちょっと結構ね、詰められちゃうからね。まあ、黒ハルクだっけ、まあ一番黒ハルクは丸いと。まあ2体殺したら結構うまいしね。いや、ランタップやったら墓地から3人も帰ってくるし最悪だったね。よかった、タップインで、うんうん、あ、最後の勝利竜と、うわーみたいな。マナさえあれば足りてたんだけどみたいな。で一応盤面的には何もなかったら足りてんのか。1、2、クリーチャーが3体で1点抜けて3、6になって3点3点で終わりだから、ね、一応終わりだからね、うん、何もなければ。あ、先本体か、打たないとあれか、ボーマットのディスカルドさせちゃうから。そう、先にやることで後からまあこのでライフ4でで、まあ、1体もし通れば勝ちと、除去ない前提だね、これは。さあ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 、これね、まあ結果で俺は反対状況はあるんだけどね。これはもう見た目通りにブロックして、てかまあこれブルアタックいかなくても開始フルパン、開始フルパンで負けなんだよね、負けてるから。まあしょうがないかは、ね、てかあれだね、ミド巨人がでかいよね、うん、そうね、あの5-4がまず絶対通って、ミド巨人をブロックした時にそのブロックの対象によってはそこに状況を打つとトランプダメージが入るから、そもそも届いちゃうんだよね、うん、行くしかないと。まあミシュランもあるし、もうこれ行き得だね。でまあ結果的に除去があると1点足らなくなってしまうと。これサクってますと、マットネスで3点、3点まず与えると。誰かあのあれとかあったらいいのか、あの1マナ3点のあのドレインのやつ、あああれとか、あと勝ちなんだね、あれと土地か、土地が
まあ、ただなくて、まあ、普通に、まあ、入ってるカードショイルは持ってたね。でもああまあ届かないと、まあ結構本体狙うんだね赤黒はね、うん、はい、というわけでゲーム1は、まあ、ラウンドいっぱい引いたんですけど見どころ紅葉が勝ちましたと。はい、じゃあゲーム2に移ります。はい、ゲーム2は次はカモくんが先行で、まあこのデッキやっぱ先行の方がすごいよね、うん、もうまた来たもん、もうまたすぐ来るこいつ、ね、しかもハンドすぐ使うからさこのデッキなんか先手ならすごい強い。おお、シノモミとこれいい対応からね、うん、やっぱエンチャントが墓地に落ちると紅葉はかなり達成しやすいからね。これ2ターン目は、まあ、3-2かさすがに、うん、打点高い方が3-2強いな。しかしもういやもう3-2に対してはもう何もないよ俺はできることはもう2-2のおじさんだすぐ出してでも次こっちやること、いやもう一択はね勝利流があるからね。おえすごいじゃんこの周り。どっちから行くかな、まあ、勝利流じゃないやっぱり。じゃあ勝利流は行ってこのああボーマット、まあボーマットの方がいいんじゃないの。おお、あっちか、ダメージを稼ぐところにいた、うん、打点高い方で1枚多く取れるよそう、カード引けるのはですね、うん、微妙かもね、でも確かにどっちがいいかは。お、でもリリアナそうなんあったからかわしてる。確かに確かにかわしてるかわしてた。あ、確かにリリアナあるからこっち正解なのかもね、普通に考えれば。そうなのか、むしろその話したかもね、この時はい、で今度こそボーマットと強えマナカーブがすげー点でマナカーブがもう1個ゲットの、これは、回転翼機か、うん、精神配信、精神配信、まあ、こっち赤黒視点だと回転翼機出したいけども、うんうん、まあ、サイド後だからカリタスとか出てきた瞬間もなるほどね。で、まあ、次4ターン目だからカリタスあるかもしれないと。まあ除去あったら打たなかったんだろうね、回転翼機があったんで。そうだね、確かに確かに、まあ、思ったより何もなくて、そうそう何もないんだよこの時ええー、と思って、まあなんか何もなさすぎてむしろ嬉しかったねクリーチャーの方がやばかったねこれ、回転大きかった、うわーと思ってたもん。あ、ここはまあ次セッション抜かれますと、まあ、ミド巨人がゲームやされる気は少ないからね現状、うん、4ターン目おお土地いた、結構違うよ土地引いて過去との取り組みと1-2-3。はい、あ、ちなみにこれ勝利流ってさリムブレーね、リムブ俺の前に剥ぎ取りがね実はリムブじゃなかったっていうね。しかもこれ過去との取り組みでさ、取り組みでなんとね拾うっていうなんとこの拾えないはずの剥ぎ取りを拾うっていうね、暴挙に出てしまう、暴挙に出てるね。しかもこれが 4-4 っていうね、なんと紅葉を達成してしまいましたこれ、まあ、どっちにしろ紅葉を達成してて、まあ3-3セッシュ、そうだね3-3セッシュか、まあ 4-4 と言うのが良かったね。だって3-3セッシュだとさ、まあでも普通にハンドにあるからハンドの方から出てきて、まあそうだね、でハンドにどうじゃどこが大事だね。さあ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 、まあで返し、あれもう引いた、これ殴れない、あ引いたね、ああ引いたのは見習いか、全部展開すんのかな、これは殴れないよねこれ。まあライフ16に対して今から殴りに行くのはちょっとちょっとね、ちょっとちょっとね、やっぱ高尾くんぐらいのフロンティア精神がないと厳しいよこれは。ここは殴りませんと、はい、おこれ、いやこれマジドライアドが良かった。これドライアドだったらドライアド出しながら闇の下を構えられたのにさ、本当だ、剥ぎ取りのせいで黒くっていうこの自分の首を絞めてもうエンドするっていううわーって思って、しかもその時全く気づいてなくて俺勝利流でリムーブしたの。これでおうえピアさん、やばピアなら強すぎる、もう頭数が増えるのがてかピアならさ地味だと思ってたけどかなりカード強いね。そう結構ねやりのね、うん、やっぱブロックできないって能力は強いんだろうな。パンプもねこれで結構サイズ乗り越え、いやバカにならんよねこれね、うん、くそー熱いこれはやばいよ。で3で出して、まあ出しますと先で、まあ飛行機から登場と殴っていい、あちょっとで死んだ、あちょっと回転、これ回転翼機するはなかったな、やっぱ回転翼機止まらなくなっちゃうからね。で全般、はい、これブロックする場所は、まあ、4-4なんで一応どれでもブロックできますと、まあ、強いとこブロックすると5点入る、はい、まあ、ボーマット潰すと 1-2-3-4-5-7 点、あボーマット交差ないとあの、まあ、2ドローされるっていうのがね単純にもうきついんだよねこれ。じゃあ7点入る、7点と結構詰めた、結構詰めたな、こわこれ石からあったな、ミド巨人なのがちょっとな、ギアハルクだと
と全然強くない。見た目何点入るの？見た目からもう死んでるよね。1、2、3、4、5点は確定で入る。ただでアーティファクトサクると、アーティファクトサクって、あ、5点か、それで5点。はい、でドロー。ドロー何だった？隠してるもん、ハンド。何持ってんのこれ、言って早く。おお、これなん伏せちゃったね。ね、あ、バグ負けーって。はい、でゲームは高速で終わって、まあちょっと見どころ工業のまあもっさりした部分が言うてるのもあれか、結構いい回りしたね。助教リリアナあったけどね、やっぱ赤黒ビートランが結構早いんだろうね。そうだね、かなり早かった。早いね。まああれリリアナがちょうど刺さらなかったの。そうだね、でかかったね、あれが。あそこがいで開始しか棒待って殺したっていうのがね。危なかったね、あそこは。ねえ、はい、というわけでゲーム3に行きたいと思います。はい、先手は再び魅力の紅葉に戻ってきて、え、まあ1ターン目は横断から始めました。まあランドがないからね。お、いいハンドだ、状況状況。結構強い、このハンドは。なぜかまだ巨人いるっていうね。あ、一方の後手の鴨くんは町の鍵と、ハイパーや地味だね。うん、痩せカードだよね、町の鍵。今手が弱いですね、かなり。そうだね、でもキープスゼロいないよね。うん、マリガンスホルダーないみたいな。なんか1枚出しで入ってる、なんだっけ、うん、あの怒涛のゴブリン、あ、奇襲隊がちょっと弱いなと思いながらもやってるっていう。なるほどね。はい、というわけで2ターン目がもちろん鍵だったんでクロックがなくなったところで、あ、3ターン目ドライで引いてる、つえー、これがね。はい、でカモくんはクロックがゴブリンしかいない。出さざるを得ないのか、これは。うん、さあ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 、今から感触打ち始めてもねっていう。町の鍵ってタップにマナかんの？いや、タップでディスカードするとそのクリーチャーがブロックされないっていう、このターン。はいはいはい。でアンタップするときにマナ払うとワンドロー。まあなんか ルーティング能力は2マナで毎回使えて、うん、まあ、おまけがブロックされないで。なるほど、まあ、結構アグロデッキではかなり強い。はいはい、弱っ。2-1でアタックで1回これもうドライドでブロックしてからで2カゴトントリックミート3したらプレインズウォーカー落ちて、まあ、元から俺これ相打ちするつもりで、もしそこが良ければあの、ああ、まあ一方的にしようかなっていうね。まあまあブロックしてからだよね、ブロックしてからだよねっていう。そうだね、一応確認先にじゃないと。うん、じゃあ使わんよ、使わんよっていうね。そこのね、三三にしたからブロックしたんじゃないからね。もともと11でブロックするつもりだったから。いや、具合的にはもう、ね、しょうがないね、これはね。あ、場に鍵しかないもん。三三で殴りますと。いや、強えな。はい、森の打撃者、最近森の打撃者若干見なくなってきたけど、相変わらず強いカードだよね。うん、まあ2マナケとしては最高の1枚、かなり最高の1枚、最高の1枚だね。え、またどっちとねえ、まあ、ただちょっとなんか若干町の鍵コントロールの風味をでも町の鍵別にハンター増えてないのか、なんかドローができるけど、まあ、ルーターとって、ね、負けるんで、まあ、打つしかないと。いや、このコンボ強いよね。うん、いろんなデッキに入ってくる。1マナ1マナでね、2枚構成かね。大体やれるしね、しかも。はい、だけどクロックが裁かれてしまったんですが、大原者を都合よく引いて、これちょっとおっと思いました。で、これで、まあ、これでハンドも土地が、土地と町の鍵、はいはい、すんげえ弱いんで、すげえ弱いね、ルーティングして、まあ、アップキープにドローと。通常ドロー。はい、お、回転を引き、これは結構ね。え、通常ドローしなくない？え？え？とんでもない。科目とんでもない。え、どういうこと？科目これやばい。え？科目通常ドローしてないの？え、今初めて知った俺。満足しちゃってるやん、あれで。もう完全減ってるもんって顔が。やばい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 。え、こんなことある？こんなこと。あ、今引いたよ。今引いたよ。あれ？え？なんで高尾くん注意してあげなかったのこれ、マジ。さすがにやばいでしょ、これは。これはないでしょ、ちょっと。ずるいよ、かわいそうだよ、これは。完全減ってるもんだって。え、マジで？これは、マジか。僕はあれですね、すんませんとしか言えない。はい、ピアナラーと、はい、はい、期待できますね、これで、一気にマックイチャカしますと、まあ、ハンドかわいそうだって。ルーターすんませんよと、できないよと。はい、これはもうちょっと厳しいね、ガスケツだね、完全に、うん、やっぱランド引き継いだよね、ちょっと。やっぱ引き継いだ時に回転よく効かないとね、
結局ね、これもし回転翼が2段目に出てたら全然違ったんだろうね。そうだね、やっぱで一番最初の大巨人、やっぱね、回転翼がすごいね、カートが大現者4点もうライフもないし、クロックがね、クロックが高すぎるよ。で、まあ、捨ててまたやりますと、これをはい、山負けはい、というわけで科目のとんでもない泥汗がありましたけど、あんたの関係なかったよね、ほぼね。まあ2マナ出してね、2マナ出してね、2マナ出してハンド吸って終わりだからね、うん、引きませんでしたね。というわけでこう魅力の行為が分かったわけだけど、赤黒どう、これ。いや、細い細いちょっとね、まあ、でもリリアナに弱すぎたよね。うん、そう、リリアナにも弱いし、なんかちょっとハンド悪いと、まあ、こんな風になっちゃうからね。軽く除去打たれて、いや厳しかったね、これは。もうちょっと線を太くすればいけそうかなってのは。なるほどね、うん、はい、というわけで今回は魅力の行為の勝利ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。